今日はフランス語の表現5つを教えたいと思います。Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte. 直訳すると、手は生地の中に入れるっていう意味です。で、これは必死に頑張る。ということです。あれ、c'est mon tour, je vais mettre la main à la pâte. 今、働きます。働くところっていう意味ですね。あれ、je vais mettre la main à la pâte. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine. この表現は僕が好きな表現なんですけれども、どんな風に着ても、見た目に見ても、あの人はどんな人を分かることができない。例えば、シンプルな服を着ても多分お金持ちです。で、多分価値があるものを持ってる人は多分そんなにお金持ちじゃないですね。とか、あの人いつも笑ってるからバカだなと思ったら、それはわからないんですよ。中に何があるか、その人と話さない限りわからないっていう意味ですね。だから、ラビネフィパルモアン。で、フランス語でその表現は、いい人が悪いことをしたら、ラビネフィパルモアン。やっぱりあの人は悪いことをするね。そんなに良くないっていう意味です。tomber à pic。tomber à pic。いいタイミング。例えば、ああ、何か食べたいなと思ったら、で、友達がこれ買ってきたんだけど、食べてって言ったら、あ、super! ça tombe à pic! ナイスタイミング今食べたかったから、ça tombe à pic! super! っていうふうに言います。jeter de l'huile sur le feu。Jeter de l'huile sur le feu. 火の上に油を乗せるっていう意味なんですけれども、何かを悪くさせるっていう意味ですね。イメージ通りにわかりますね、みんな。例えば、喧嘩があったら、みんなもう喧嘩してるのに、喧嘩が悪くなるため、誰かが悪いことを言う。それはいいことじゃないよね。だからみんな、ne jetez pas de l'huile sur le feu. Avoir les yeux plus gros que le ventre.Avoir les yeux plus gros que le ventre. これは面白い表現なんですけれども、お腹より目が大きいっていう意味です。食べ物についてだったら、もう限界なのにもっと食べたいっていう意味ですね。ということで、自分ができることよりもっと欲しいっていう意味ですね。だから食べ物だけに始まらなくて、例えばビジネスにもすごくいい家買いたいんだけど、そんなにお金はないんだから、tu as les yeux plus gros que le ventre là。自分ができることより、それは以上でしょっていう感じが伝えてます。